戦闘開始です。敵に囲まれているね。神竜様、この船には砲台があるんだ。撃った先には炎が上がる。味方も巻き込む危険はあるけれど、うまく使えば敵の足止めができるかもしれない。ハイヤシンス様がいなくなってからイルシオンは変わってしもうた。兵たちはシクトやらの言いなりで話も聞かん。わしは本当にここで戦うべきなのじゃろうか。敵に囲まれて四面楚歌状態なので、敵の数が減るまでは中央で防衛に徹します。誇りを胸にやってみせます。これだね。火炎砲台は敵の進軍を遅らせるために打ち込みます。移動に制限を加えることができるからです。残像を出しておきます。神秘的だね。アンナちゃん嬉しい。元気満々じゃ。了解。すみません。敵にも魔砲台があるので砲撃範囲に注意です。どうぞお好きに。任せて。連れて行って。宝箱が左右に一つずつあるのですが、左の宝箱は盗賊が狙っています。ターンを気にせず攻略するために盗賊は早めに倒しますが、手間を省くために宝箱を開けてもらってから奪います。頼りになりますね。
します。足元に珍しい虫が。従うわ。ブレイブヒーローの兵士スキルの助太刀は HP が最大だと2連続チェーンアタックするのが強いです。あいつですね。はい、許さなくていいよ。かすり傷です。助けます。私の救世主ね。初回作戦まだまだおまけしちゃう。一撃お買い上げ。父なる空の怒りを。一攫千金で500ゴールドゲットです。僕の時間にすみません。決まったかな。敵が次々と攻め込んできますが、うまく立ち回れば防ぎきれます。全然平気。失礼します。かっこいい。すみません。はい。はっ。なんとお詫びしたらいいか。盗賊が宝箱から奪ったアイテムを奪い返します。負けるものですか。
もう後も引けない。これでターン数を気にすることなく攻略できます。ありがとう。それにしても光の弓がめちゃくちゃ強いですね。この火炎砲をうまく使うことで敵の進軍を防ぐことができ、その間に他の敵を倒していくことができます。さらに可愛くなりますね。ここはアイスロックと天空を使って敵を止めます。加減するほど甘くないので。の武器を持ち替えてチェインアタックさせます。
エンブレムエンゲージ。余は選んだ。前に出てきたので移動を妨害しておきます。かわいさが戻ったよ。この砲撃が最後の火炎砲です。
う子供ではありません。目をつけていたの。オルテンシアでリンデンと会話します。オルテンシア様、ご無事でいらっしゃいましたか。あなたはリンデン。おお、覚えていてくださったとは。当たり前よ、おじさまの騎士だったあなたを忘れるわけないじゃない。小さい頃はよく一緒に遊んでくれたわね。今は兵を退いたはずなのに、どうしてここに。戦が激しくなり、かつて騎士であったわしも召集されましたのじゃ。しかしわしはどうにも今のイルシオンが間違っておる気がして。ねえリンデン、あなたもこちら側に来ない。イルシオンを元に戻すため神竜様と共に戦ってるの。お姉様も一緒よ。アイビー様が生きておられたのですな。わかりました、オルテンシア様のお誘いとあらば喜んで。こう見えて腕は劣っておりません。この魔法で兵たちの目を覚まさせてやりましょう。それ湯上がりの気分です。行こうかの。当たらなかったですけど、トロンは射程3の強力な魔法です。毎度あり。Yeah.
まだですよ。手を煩わせたわね。次回へと続きます。